どうも、プチピコです。おつピコ。今回はですね、ちょっとね、お友達の、はい、特系ブリーダーのね、ニョニョさん、わさびさんご夫妻が、ちょっといらなくなった観葉植物がね、あるので、まあ、よかったプチピコさんにどうですかということでね、ちょっとお話しいただきまして、写真見せてもらったらね、すごい良かったんで、あ、ぜひちょっとくださいということでね、ちょっとカメレオンのね、お散歩用にちょうどいいかなということで、これから暖かくなってきてね、窓辺に置いて、で、それで日光浴してもらうように、すごいちょうどいいかなと思ってね、はい、いただきます言うたんですけど、なんと今からね、持ってきてくださるということなので、今日それでね、そちらの紹介と、まあ、実際にね、枝に吊るしてみてね、どんな感じなのか。話し飼いの第一歩というか、まあ、ヘアンポみたいな感じでね、使おうと思ってるんで、ちょっと結構大きいみたいなんでね、わざわざ送るまでね、僕の家まで持ってきてくださるということなんで、ちょっとね、待ちたいと思います。やあ。ちょっと待ってください。おかしいでしょもうこれバカの家やん、これ。ちょっと。いや、思ってる 1.8 倍でかかったっす。ちょっとこれ。どうしよう、これ。これちょっとね、これも15畳ぐらいの部屋に置くやつやわ、これ。とかちょっとね、別のね、違う部屋に置きます。そうですね、日光浴とかするようにね、お散歩用にね、ちょっと移動します。はい。はい、ということで、はい、別のお部屋にね、持ってきました。ここでね、はい、ここだったらちょうどね、窓際なので、ここでね、お散歩させながらね、まあここ開けて、日光浴とかもできるかなということで、もうすごい、ちょっと細かく見てみましょうか。はい、こんな感じでね、めちゃくちゃリアルでしょう。これ全部造花なんですよ。この根元の方はね、本物の、この枯れたね、枝を使ってるんですけど、はい、こんな感じでね。この先っちょだけね、はい、造花になってて、こう針金がね、中入ってるんで、自在にね、曲げて使えるということで。はい、で、下の方はね、これ、もともとね、バークチップ入ってたみたいなんですけど、ニョロニョロさんがね、これ、人工芝ね、敷いて変更してくれてるということでね。まあ、あれだったらバークチップに変えてもいいですよっていう話だと、これ全然これはこれで綺麗で可愛いんでね。うん、僕はこのまま使おうかなと思います。はい。すごいでしょ。じゃ、早速ここにね、はい、ちょっと誰か連れてくるか。はい、乗ってもらいましょう。はい、ということでね、じゃあまずはね、パンサーカメレオンのシファリのポップくんをね、はい、ちょっと。ポップくん。お、早速。はい、登ってってますね。ああ、いいじゃないの。だいぶ大きい木なんで。うん、広々やな。すごい隠れられるね。エリアも多いので。うん。どうでしょうか。いや、相変わらず、今日もね、色が美しいございます。うん、いや、ほんまにこれすごい、めちゃくちゃクオリティ高いんですよね、このね。葉っぱの感じも。うん、この幹のね、これまあ幹は本物なんであれなんですけど、そう、リアルなのは当然なんですけど、はい。で、ちょっともう一匹ぐらい連れてくるか。はい、では続いてはね、我が家の一番でかいね、はい、パーソンカメルのパチョミをね、連れてきたんで、いや、おって、めっちゃでかなったの。てか、痛えわ、もう手が。爪がもうめちゃくちゃ痛いっすね。はい、じゃあパチョミにもね、ちょっと乗ってもらおうか。じゃあ、下のね、こっからじゃあ、パチョミには登ってもらおうか。はい。はい。新しい遊び場やで。うん。俺。よし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 。はい。ちょっと、普通に、ちょっと指穴開きますね。お、ゆっくり登っていってるな。ちょっと初めての環境なんで。ちょっとびっくりしてるか。すぐこっち見てるけど。俺。ははははは。めちゃめちゃこっち見てるな。花飾りもね、すごい綺麗でしょ、パチョミ。あー。まあ今のところはね、特に鼻すれとか起こさない状態で、うん、上手に育ってる感じがするんじゃないでしょうか。はい。どっしりと、ね。落ち着いてもて、ちょっと登っていく気配があんまないけど。はい。お、動き出したか。こんな感じですね。一応上の方にはね、はい、ポップくんがいるんですけど、まあまあでもこの同じ木に2匹ぶら下げることはないかな。まあ今たまたまちょっとね、はい、お試しで2匹乗っけてますけど、まあ1匹ずつ、うん、まあその日替わりでね、日替わりでちょっと、はい、平安歩してもらおうかなっていう感じでございますわ。ってことでね、こんな感じで、
はい、楽しくね、平安保してくださってますわ。ああ、よかったな、君たち。ああ、他の子たちもね、はい、また日替わりでね、アスレチックさせようと思いますので、ちょっとね、その様子もまた動画でね、お届けしたいと思います。いや、本当に、ヨロヨロさん、わさびさん、トケスさん、ありがとうございました。これ大事にね、使わさせていただきます。ということで、本日の動画はここまでになります。もし、この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。